はい、どうも、スタッフナイフです。じゃあ続きやっていきたいと思います。ちゅうことで、10日ですね。小さな池注文してたのがついに完成しました。まあこんな感じだ。大事に使ってくれ。鳥さんがね、ここに住むようになるっていう話なんで、それはちょっと楽しみですよね。チュチュチュン。これは多分オスなんだろうな、きっと。特に異常は見られませんと。はい。殺しておきますよ。監視はもう今日中に取っとかないと終わるんで、積みます。取っちゃいましょう。で、いちご植えます。いちごであってたっけ？人参だった。私は金を持つので、すいません、金持ってるんで潰します。金に物を言わせます。ああ、間違えた、間違えた。まあいいや。はい、諦めましょう。いちごの芽が出ていますと。もうすぐ花が咲きそうですと。あれ？いないな。出ておいでー。じゃないな。ほーい。じゃあちょっとだけっていうほどでもないですが、ちょっとね、こないだあった怖い話をしていきたいと思います。ちょっと嫌な方はね、音量下げていただいて、ゲームだけを楽しんでいただくのがいいかなと思います。ただそんなに怖くないと思います。何かこう、なんだろう、実際に霊現象が起きたとかっていうわけじゃないので、ちょっとオカルティックな話って感じですかね、言ってしまえば。じゃあちょっといきますね。先日ですね、ちょうど友達、すいません、ごめんなさい、先にイベントが始まっちゃいました。もう少しで子供が生まれそうになったら、こうやって隔離の場所まで連れてってあげるの。今度から隔離は F がするの。隔離が必要かどうか話し返って様子を見てあげるといいの。早く生まれてほしいの。生まれるといいの。そうか、外に出せないから、必ずちゃんとこの、なんだろう、餌をやらないとえらいことになるよっていうことなんですね。はい。で、話戻りますね。ちょうどですね、友達が、まあ、こちらに来るということで、まあ、物件を探していたんですよね。で、その物件をこう見る前に、ちょうど私が今住んでる家ですね、がちょうど契約更新になったんですよ。なので、ついでに契約更新、これ言っちゃったな。ついでに契約更新行くから、事前にじゃあ話聞いといてみるわって言って、で、友達が住めそうな物件を先にちょっと、そこの不動産会社さんにお話しして、こうこうこういう理由で、ちょっと来たいって言ってる人がいるんで、何件か見繕ってもらえませんかってお話しして、で、資料、あ、こことかどうですかとか、大体の予算、今回だったらここいいんじゃないですかみたいなお話をしてくださって、あ、じゃあ見てきますっていうお話をしてたんですね。で、友達が来て、当日、ちょっと、この不動産会社さんにお話しに行く前に、まあ、ちょっと外だけでも軽く見て、こういう場所をちょっと確認しようかって言って、数件見て回ったんですよ。したら、
まあ、1軒目2軒目の場所がちょっと良くないっていうのと、ちょっとあんまりそのなんでお金もちょっとね、友達がここちょっと高すぎるわっていうのもあったりとか、まあ、ちょっと場所的にも良くないよねっていうのがあって、あの3軒用意してもらったんですけど、その2軒はそのうち2軒はちょっとまあパスだねっていう話になったんですよ。で1軒だけが残って、じゃここだけ一旦確認して、で外だけパッと見てから不動産会社さんに行って内見させてもらおうかっていう話で、一回その物件を見に行ったんですけど、そしたらまあちょっと場所は結構ね、まあ農道沿いみたいなところにあるんですけど、なんて言ったらいいんだろうな、一軒家とかが、まあ、立ち並ぶとまでは言わないですけど、まあ、ちょっとまあ閑静な住宅街に近いような場所に畑がいくつかちらほらあるみたいな、まあだって普通なアパートって感じのところだったんですよ。でちょっと変わってるなと思ったのが、駐車場がなんか僕がよく住んでいたとか、借りたことのある賃貸って大体がなんかこうどっちかに駐車場が寄ってる。例えば1棟2棟3棟とかあったとしても、なんか右側にこう寄ってて、そのなんかこう A と B と C ととかっていうのが左側に寄ってるみたいなっていうのがあったんですけど、そこはなんかこう真ん中にあるみたいな、 A と B と C とに囲まれてるような感じで駐車場が配置されたみたいな。でもまあよくよく見たら結構まあありがちっちゃありがちなんですよね。他のこれはどうなんだろうな、まあ他の県でもよくあるのかな、こういう感じって。でその中で手前側が A 棟で、奥側が B 棟で、で右側が C 棟みたいな、でその真ん中に、駐車場があるみたいな感じで、配置されてるアパートだったんですよ。で真ん中の駐車場にちょっと一旦置かしてもらって、でちょっと軽く見ようかと、外からだけでもこうどこがどこなんだろうねっていうのを見ようかって言って見て回ってたんですけど、なんかちょっと異常に視線を感じると、なんだここみたいな、なんか誰か見てんのみたいな。まあそのなんだろう、手前の A 棟なんですけど、あ間違えた、またイチゴの種置いたわまあ、いや人参の種ね、巻かないといけないんで一旦潰しますね。あー、まじだ、まあ要はもう人参の種ね、ごめんなさい、これ、まあ、そんな怖くない話なんでごめんなさいね。ちょっとあんまり怖くないように話したいっていうのもあるので、飛ばし飛ばし話しますね。手前側の A 棟がバルコニー側、ベランダ側が駐車場に面していて、奥の B 棟もバルコニー側が駐車場に面していると。で右側の C 棟は、まあ、ちょっと大きめの棟で、他の A と B 棟に比べると、 A と B 棟は 3室ですかね、3部屋あって、それが上下にあるって感じで、C 棟の方は、ちょっと多くて多分6、7室ぐらいあるような感じの、部屋感じのアパートだったんですけど、そっちは、玄関側が、駐車場に面していると。で初め、キッチンカーとかのその袋、粉とかの納入をその友達の家にちょっと一回納入したいなっていう話をしてたので、シートの方に入るのがいいねっていう感じの話をしてたんですよね。で、あ、こっち側だったらすごいいいなーなんて話をしてたんですけど、なんかどうも、そのバルコニー側が面している、なんか A と B とみたいな方がちょっと視線を感じて、こう、ふっと見たら、なんか、
奥っ側の方の B 棟は、まあ、結構人がいるんで、ああまああっちからなんか視線してんのかなとか。で A 棟の方見たらなんかほとんどが空き家みたいな、一室だけしか入ってないみたいな、人が入居してないみたいな感じで、でもなんかこっちからすごい視線を感じるような気もするみたいな。ごめんなさい、イベント始まったんで、イベントしまあ、ごめんなさい、先に優先しますね。やあルミナちゃん、こんにちは。ロックさん、ちょうどよかったルミナちゃん。これ多分あれだな、怖い話は怖い話で別でした方がいいだろうな、きっとな。うん、一応話しますけど全部は。あのまた別で話しますよ、それはそれで。前々から気になっていたことがあったんだ、ぜひ君に聞いてもらいたいんだ。何ですか？実は君の住むお屋敷のことなんだ。言いづらいけど僕の情報によると夜出るんだよ。ちょうど幽霊の話みたいな。この前庭で女の人の笑い声が聞こえてね、いろいろとね僕考えたんだけど、幽霊屋敷で君にもしものことがあったら心配で、だから僕がしばらく。幽霊だなんて、そりゃそうだよな、そんなの嘘。適当なこと言わないでください、ロックさんなんて。あー、ルミナちゃん、いないさ。いやー、俺を幽霊と間違えたの？違うよね、さすがに。勘弁してよ。やあ、へえ。やば。へえ。へえ。すごい嫌ってたわ。ごめんなさい。で、A 棟の方からちょっとまあ視線を感じるって話でしたね。そう、バルコニー側が面している A 棟の方から視線を感じるというので、まあそこを見てみると、なんか空き家だったんで、まあそんなこともないのかなと。僕別に霊感とかそういうのもないので、な勘違いだろうというふうに、感じて、まあとりあえずここら辺のこのどっかの部屋に住めればいいねなんて話をしてたんですよ。でこっちの手前の A 棟空いてるからここら辺でもいいんじゃないみたいないう話をしてたんですけど、まあちょっとね。でとりあえず大家さん、大家さんっていうか不動屋さんの方に行って、まあちょっと一旦内見してきましたと。で初めいただいた資料はその2階の資料だったんですけど、そのやっぱり自分たちのキッチンカーのあの材料の、一旦納入したいから1階に住みたいんですって話したら、あもちろん1階も空いてますよみたいなことを言ってくださって、でできればその面してる方がいいんですよねとか言って、あの右側のシートとかもう空いてたりしないですかみたいな。いやごめんなさい、シートはちょっと埋まってまして、じゃあ奥の方はって言ったら、奥の方もちょっとね埋まってましてみたいな。でちゃんと一応私も本当にそうなのかって言って後から確認したら、電気のメーターとかガスメーターのとこが、まあ、止まってなかったんで本当に人いたんだなっていうのはあの後から分かったんですけど、まあ、A 棟だけが空いてるんですと、1階だったら。でじゃあこの1階でいいですって言ったら、まあ、ちょっと先にお伝えしとかないといけないことがあるんですと言われたんですよね。おなんだと思って、先に伝えたいことなんかあんのかな、なんか前の家主がなんか物を置いてたとか考えたんですけど、その隣の隣の方が、私たちが言ってた場所じゃなくて隣の隣の方ですね。私は、言ってしまえば、3部屋あるんで、その中の101としましょう。一番端っこがで103と101が端っこで102が真ん中で、私たちが住みたいのは103とかどうですかっていう話をしたんですよね。2部屋空いてるって言ったんで、じゃあ103って住めるんですかって聞いたら、住めますよと。で、ちょっとお伝えしたい事項がありますと。で101でちょっと人が亡くなってますという話を、されて、あちょっと視線感じた場所って10あこっちのなんか101ってなんか視線感じてた場所だみたいな、あでなんか人亡くなってるんだっていう時に、その時に
知ったんですけど、でまあ多分勘違いだとは思うんですけど、そのなんて言うんだろうな、ゲームしながらとちょっとまとまって話せないですね、ごめんなさい。101その時に話したのは、101に住んでもいいなみたいな話はしてたんですよ。人が亡くなってようが何だろうが別に101でもいいんじゃない、安かったらみたいな、友達に話したらちょそれは嫌だって言われたんですけど、まあそのうちなんか一部屋借りてもいいかなと、事務所みたいな感じでって思って、で101って例えば借りるとしたらいくらなんですかって聞いたんですよ。人が亡くなってるとしても自然死だったんですよ、別に心臓発作で亡くなってみたいな、その誰かに他殺されたとか自殺したとかじゃなくて、怨念こもって死んだんじゃなくて、ただただなんか自然死、本当に心臓が呼吸に止まっちゃって亡くなられたみたいな。なのでまあ俺はいいかなと思って、借りるとしたらいくらですかって聞いたら、まだ値段がつけられないんですよねって言われたんですよ。でその時に気づいたんですよね、その値段がつけられないってことは、まあ言ってしまえば死んで間もない、亡くなって間もないみたいな、だから多分四十九日も経ってないぐらいの勢いなんですよね。だからなんかこうそういったことも関係するのかななんて考えてたんですけど、そのね視線を感じるとかっていうのは、スターも買おうかな、スターも、はい、5万減るわ、では、はい、そうなんですよねっていうことを、まあ、感じたというお話なんですけど、まあ、そんな怖くないと思います、別になんか心霊現象も起こってないし、なんかそれでね何か悪いことが起こったっていうこともないので、なんかもしかしたら四十九日経ってないから視線感じたのかななんてこう考えて、まあ、友達と話して、まあ、103に彼は住むことになったんですけど、結局そこの部屋のなんかちょっと初めごれたんですけど、隣の隣人死んでるのちょっと嫌だみたいな、大丈夫だっていうことを言って、まあ住んでもらうことになったんですけど、ただ安かったんですよね、敷金礼金もなくて値段もすごい安かったんで、まあ、いいじゃんみたいな感じで住んでもらったんですけど、なんかまあその後ねちょっといろいろまあそんなことをぼやっと考えて、で帰って、でまあちょっと軽く風呂でも俺は入るかと思って風呂入って寝ようとしたんですけど、なんか男物のパンツっていうかボクサーパンツとかブリーフ履いてる方よくわかると思うんですけど、パンツの前部分って男用って空いてるんですよね、ちょっとこうポロンって出せるようになってるみたいな、隙間スリットみたいになってるみたいな感じなんですけど、なんか俺がその日履いてたパンツってそのスリットがなくて、あれと思って、なんでだと思って、でよくよく確認したら、嫁のなんだあれ、サニタリーショーツみたいな履いてましたね。サニタリーショーツって結構伸びるじゃないですか、俺無理やり履いててそれをなんか締め付けがね、なんかボクサーパンツ感あって、ちょっとなんかこれめっちゃ履きやすいななんて入ったんですけど、嫁のサニタリーショーツ履いて、多分もしかしたら幽霊もそのサニタリーショーツ履いてるなんかね30代のおっさんが来たっていうのを見てたのかもしれないっていう。これまた別で話しますね、ちょっときちっときれいにまとめて話しますね、他の人に話すとき用の話し方はちゃんとあるので、ちょっときれいにまとめてはあるんですけど、本来ちょっとゲームしながらだとちょっとどうしてもたどたどしく話しちゃうみたいな、ごめんなさいね、やらないといけないこと、これしないとあれしないとって考えながらやってるとなんかいろんなところに飛び散っちゃった話が。
まあ、要はそういった話です。はじめちょっと怖い話かなと思ったら、まあ、よくよく聞いたらそんな怖い話でもなくて、バカみたいな話だなみたいな感じのオチになるようなお話でしたよっていう。ういうい、そうで、なんかその YouTube とかの怖い話とかをねよく好きで見てるんですけど、なんかいろんな人のそのお話を聞いてると、まあね、その死後の世界があるっていうのがやっぱり面白いなと思って結構好きなんですけどね。皆さんはどうですか？心霊とか好きですか？好きな心霊、あ、ゾゾゾとか好きなんですよね。あ、間違え、寝ちゃった俺。ちょっとこの状態で軽くだけ話して終わりましょうか。ゾゾゾとか好きなんでね、ゾゾゾさんね、最近ちょっと新しい動画上げてくださってね、まだ見てない方はぜひ見ていただけたらなと思うんですけど、なんだっけ、50分ぐらいある動画なんですけど、どこ行ってたんだっけ、どこ行ったんだっけ、ゾゾさん。ちょっとですね、これホテル、飯盛山荘かの、結局展望台をこう探し回るみたいな、どうやったら展望台に行けるんだみたいなことをね、ずっと探しておられる動画なんですけど、結構面白かったです。つか俺あれ見てないの、沖縄スペシャル見てねえじゃん、やば。その前のね、羽生田村とか危ないアジトとかこう全部見てるんですけど、信州観光派でとかいろいろね見てたんですけど、面白いっすよね、ゾゾさんね。結構初期からのファンで、チャンネル登録はこのフォグチャンネルの方ではしてないです、個人のやつではしてますぐらい好きです。落合さん好きっすね。落合さんいいキャラだよな、ほんと。ちゅうことでね、なんか結構好きなYouTuber の方とかいたらぜひ書いておいてほしいですね、コメント欄とかに。ということで、ご視聴ありがとうございました。